めっちゃボサボサでしたから、今日ちょっとめっちゃボサボサなんでカチューシャを取りました。うん、今日に関してはしょうがない。だってさ、乗り物、あ、そう、乗り物乗ったんですよ、今日はイベントだったので。そうだからもうしょうがないんです。めっちゃさ、髪の毛湿気を含んでいる気がする。気がするだけならいいんですけど、実際湿気がすごかった私。でね、やばい、全ての端末の充電が鬼ほど少ない。びっくりしちゃった今。それほど充電がないので充電をします。で前髪をアイロンします。でなんだっけ、飲み物を飲む。こんばんは。うん、今日本当に髪の毛がやばかったっていう話。そう、なんかさ、私がドボンをその花屋敷のイベントで全然できなかったんですよ。ですごい申し訳ないなと思ってたら、なんとファンの方がめっちゃ頑張ってくれて、結構順位をキープしてくれてて、すごい優しい。みんな、まあ私は1位を譲りませんけど、そんな感じですね。俺もなんかね、今日ケープがなくて VO5 っていうちょっと強いやつをねかけてみたら、まあ見事に失敗しました。まあたまに使うんですけど、なんか変に固まっちゃった。あんまりうまくいかなかった。あ、クマありがとうございます。これなんかすごい絡まってる。それぐらい今日はあまり良くない日だった。美女がなんかアイラインもね、あの行く前めっちゃ引き直したのに全然うまくいかなかった。まあ、あるあるだよね。なんかただのさ、ショールームするためだけにメイクした時の方が漏れるとかあるんですけど、その現象でしたね。多分すごい漏れ。こんばんは。まあ美女がいいって言ってくれるなら嬉しい。だがしかし、私は乗り物に全力で乗ったため髪の毛は死にました。なんか全然うまくいかないですね。写真撮る前も諦めました。もう今は髪の毛はどうやっても2回連続ジェットコースターに乗ったんですよ。まあ世の中で言われるジェットコースターだからジェットコースターって呼びますね。私は面白いから絶叫してました。なんかめちゃくちゃ怖いかって言われるとなんかそうでもないです。なんかもっとさ、なんか長いと、な、私長い、うん、浮遊感ある方が怖いんだよね。
怖いっていうか物理的にダメなんですけど、なんて言えばいいの、これに関しては耐えるしかないじゃん。まあいっか、なんかこっちの方が前髪綺麗に見える。巻き直せばよかったんかな。まあいっか、終わったからね。お、エイトが2枚もある。なんか遊園地はイルミネーションばっか行きます。なんか普通に昼間から行くことはあれしかない。ディズ言いかけちゃった。いわゆるさ、あの場所しか行かないから。ひろきさん、紳士の羊さん、ありがとうございます。今日は前髪これの方が綺麗だな。まあいっか。あ、私写真撮るとか言ってこのまま配信始めちゃった。前髪直してから撮ろうと思って。あ、待って、やば。まあいっか。今日はゴールデンベッドタイムはあれしました。30分ぐらい間に合ったかな。から30分しかできなかったんですけど、始まった直後はね、エイトは出しました。2枚、多分10枚ぐらい出したもん。まあでもしょうがない、明日からも頑張る。あ、上がれるのに、上がれたのに、さっき無駄に長くなっちゃった試合が。私のせいです、すいません。この一緒に戦ってる人、まあ、今日に関しては全然メイクしたりしててできなかったのもある。あ、それでドボンした。はあ、悲しい、ドボンされちゃった。はあ、まあいいか。よいしょ。まあ、週末は配信しますけど、平日はちょっと難しいところでもある。ショールームに関してはドボンはエナジードリンク飲んでするものじゃないよ絶対。長期戦だから別に今日にこだわることではないんですけど、やっぱり一回突き放されちゃったらって感じ。なんか厳しいじゃん。ドボン。なんだ。なんでもなかった。なんだっけ、なんか何から話そうかあんま今頭が回ってない。めっちゃぼーっとしてた。はっ、で暗かったからさ、私エナジードリンク飲めないんですよね。エナジードリンク飲めないけど、あれは飲める。エナジードリンクじゃなくてカフェラテかな。コーヒーは飲まないかも。
か飲まなくても生きていけるから。こんばんは。なんかもう頭が回っていないな。なんか今日髪の毛変なんですよねっていう報告です。ありがとうひぴちゃん。めっちゃ今日はまつげを束にしたんです。珍しく束にしてみたんだけど、別に束にして何か変わったかと言われると、まあそんなめちゃくちゃ変わったわけでもないから、別にしなくてもいいなってなった。クレープは食べてません。ちょっと甘いからね。うん、そうなんだ。うん。あれだ、なんだっけ、もう全部忘れた全部忘れたからちょっとドボンしよう。あ、めっちゃヤッホーから変えよう。ヤーにしてみよう。ありがとうございました。 TikTok 撮影の裏側もう何も覚えてない。あの日のこと、もうただなんかね、夏日すぎて30何度の中で炎天下の下で踊って、で結構その時間があったんですよ。朝からめっちゃ朝早く、朝の6時前とかかな、今もう出て終わったのはまあそんな遅くなかったんですけど、夜の9時とかに終わってた。でもそこからそこまでの空き時間がもちろんあったんですよ。その別に全部同じところで撮ってなかったから、だからまあそれが一番大変でした。待ってる時間でバテちゃってみんなぐたーってしました。今ぐらいの時に撮ったらいいんだけど、なんか風邪ひいてたんじゃないぐらい、なんかあの暑すぎてもう自分の体温がなんか暑いのか外が暑いのか分かんないぐらい暑かったっていう話です。本当にまあドロドロすぎて靴下もドロドロだったね。髪ボサボサすぎん私。まあそんぐらい頑張って乗り物乗ったんでいいんですけど、めちゃくちゃボサボサ。あとなんか重たい前髪が、ここら辺いらないな。なんかもう美容院全然行ってないんですよ最近。だから自分の遅れ毛がどんぐらいかもあんま覚えてない。なんか適当に切っちゃうからさ、どんどん減ったり増えたりを繰り返してるんですけど、繰り返してたらさもちろんどうなってるか分かんなくて、そろそろ行かないとかな。輪郭すっきりした、痩せたってことですか。痩せたいんです。輪郭、なんか輪郭って痩せないもんなんかな。15分が経過したそうですふふ50分過ぎて変わったら読まないとか、ちょうどいいのかな。別にちょうどいいとかなくない。なんかこのぐらいだと多分写真で写ったら丸く見えるんですよ。結構丸く見えるの。親知らず生えてんのかな、わかんない。
でもなんか多分歯の左右差、なんか親知らずって別にさ両方一気に生えて両方一気になんか増えるわけじゃないじゃん、片方ずつ増えるものじゃん。なんか別に、いやもしかしたらいるかもしれないけど、そうだからちょっと輪郭歯の本数数えに行きたい。あ、8出し忘れた。あ、よかった、パスされた。いいよ。おー、セーフセーフ。あ、ドボンされたけど、まあいいよ。よかった。ありがとうございますね。今日は来てくれた方。歯医者行こうと思って、時間あるときに。なんかな、ローラーコースター乗った。あとね、回る、なんか、回る系乗った、ね。今、ボーナスタイムなので、ちょっとボーナスタイム中です。こんばんは。頭回ってないです。なんかね、名前は分かんないけど、ユメリランドに行った時にめちゃ似てるのに乗ったんですけど、そう、ハシミロ号ってやつに似てた。でもユメリランドの方が怖くなかったかも。花屋敷の方がなんか早いかって気がする。全然乗ってないからなのかもしれないんだけど、ありがとうございます。だるま、ドボンは負けることはあんま気にしてないですよ。ハシビロゴに似てたね。ホワイトキャニオンなんてないですよ、もうないよね。ホワイトキャニオン結構前になくなりませんでした。あれ、ホワイトキャニオンってあったっけ。ないよね。あとなんだっけ、モモンガもうなくなったよ。なんか八景島シーパラダイスのあのジェットコースターみたいなやつやばくないですか、見た目。なんか遠足で行ったことあるんですけど、八景島シーパラダイスに。なんか同級生が乗ってて楽しそうに並んでたんですけど、やばーと思って、やばすぎるでしょあれはって思ったことある。バンデットはギリ、いやいや乗らないけど、八景島のあのコースターもやばいと思った、正直。だってね、とあんたに遊園地に特化してるわけじゃないのに、そうジェットコースター海の目の前で乗るってすごくないって思いましたよ、私は。そう思ったんです。そんな感じでしたね。バンデットに乗りません、私は。自分で乗りたいものと乗りたくないものは決まってるので、なんか遠足行くにも、なんかサンリオもさ、乗るものは決まってるの。あんまり、ね、そのめっちゃサンリオピューロランドに関してはさ、乗り物メインで行かないんですけど、乗りたいものは決まってる。だから、毎回決まってるけど。そうね、そんな感じですね。私別に絶叫好きじゃないので、逆に絶叫はあんまり得意ではないっていうか、なんか浮遊感がダメ。普通になんか浮遊感が楽しいって人いるじゃないですか。私はそれがダメなタイプなので。こんばんは。八景島シーパラダイスはね、最近ってか去年高校生の時に乗ったな。バンジーなんてやったことないですよ。酔い止め飲んだんだ。意外とね、意外とって感じ。今日全然写真撮ってないんですよね。なんかファンの方いるのに写真撮ってるのなんか申し訳なくなってきて。ミランはいつ行ったんだろう最後。いつ行ったんだろう。皆さんと行っていいか、行ってないかな、去年でしょ。行ってないのかな、どうなんだろう。な
んか行きたいって話はしてたんですよ。イルミネーション好きなのもあるし。でも違う遊園地なのになんか両方行きました。海も陸も、海も陸もとか言ってね。行ってないなめ、あ、私なんか無駄に写真あるけど全然行ってないかも。イルミネーションてませんね。出ません。そんな感じです。まあまあ。どうしよう、何があって感じなんだけど。こんばんは。なんかね、もういいか。いいとは全然順調ではないけど、まあ、いいんですよ。お、私のカード使ってる方に会った。今日めっちゃ喉乾く。なんかむくみやすい人ってさ、なんか喉乾くっていうか水分が足りないだよね確か。クリスマスにね、なんてね、遊園地とかに行っちゃダメなんですよ。知ってました？言っちゃい、クリスマスはね、ちょっとあの絶対にお家で過ごす方がいいと思う。私はお話し会をしてるので、24は。そうですね。こっちでログインしたい。メイクしながらさ、ユーナーもギムさん、やばいやばい、めっちゃ音鳴ってる。ごめんなさい。24は握手会ですよ。聞いてましたか、私の話。まあ何もなければお家にいる方がいいです。めっちゃ音鳴ってたけど、ドボンだから許して。そんな音楽じゃなかった。24は握手会。23も握手会。あんまりさ、自分の予定を把握してなさすぎて、どうも私端末変えるからちょっとログインし直そう。マジ誰かが私のアカウントでやってほしいぐらいにはもうちょっとドボンの人を欲しい、人欲してるで、はい、オッケー。ちゃうちゃう、半角がいいの私。あ、できた。待って。なんかだいたい最近はあのドボンしながら歩いてるんで、まあ、歩きスマホになるのでちょっとあのちゃんとあれですよ、オートにするときあるんですけど、適度に電車の中とかは絶対ドボンしてる。まあまあ、でもまあいけそうってことにしてる。なので今やってます。
そうですね。まあ試合が長引きそうだったら上がった方が早いけど、私はそんな感じじゃないのでね。やば、あったー。ちょっと待って、ごめん、落とした、鍵も落とした。めっちゃさ、今さ、あの折れてる、これ折れてることに気づいてめっちゃ焦ってる。まあいっか、折れてはない、まだ大丈夫。めっちゃくしゃくしゃになっちゃった。この泣きの今日さ、課題しながら寝てて、なんか気づいたら髪くしゃくしゃになってて、めっちゃ焦った。焦ったっていうか別に手遅れなんですけど、くしゃくしゃではある、残念ながら。ちゃんとファイルに入れてんのにさ、くしゃくしゃになりまして、まあちゃんと出してるので、いつもなんなら進みは早い方なので、そう、明日中に今度提出分やりたい。あー、なんか私めっちゃ対戦してるはずなのにさ、誰も当たんないって言われて悲しい。結構当たってるつもりなんですけど、逆にね、逆に、あ、なんか同じなんかハルピョンさんのファンの方とか、おだいりさんのファンの方とかある。私オートに全然しなくて、なんかさっきはゴールデンベッドタイムの時になんか明らかに3人ともオートだろうなと思って、なんか何のスタンプをしても、あの何にも返ってこないし、もう秒でカードが出てくるの。だから、あ、これは私もオートにした方がいいのかと思って、オートにしたらドボンできた。だから結構何、合わせるって大事だなと思った。そう、そんな感じですね。ちゃんとスタンプしてんだけどね。ファンがなんかゴールデンベッドだよ、なんかその名前もね、オート中みたいなオート中の人がいて、オート中みたいな、そんな人いると思ってびっくりした。でもさ、エイトは出してくれるけどさ、なかったらさ引いてはくれないじゃん、出せる他にカードがあったら。だからちょっとオート中を見ておもろかったのが今日のハイライトですね。ね、難しいですよね、やっぱゲームだから。24、26、なんだっけ、ね、ちょっとなんか自分のスケジュール頭がパンクしそう今お、8が2枚になったよ。なんか今はね考え中でした、スケジュールに入れてる。22、26、リハというかレッスン、
レッスンかこれは。今日コンディションいい？嬉しい。嬉しいですよ、私は。でちょっと意外とさ、夜何リハとか、リハじゃないレッスンとかあるから、なんかめっちゃずっとできるわけじゃないしっていう話なんですよ。明日頑張ればひとまず学校は、まあ朝は起きなきゃいけないんですけど、通信切れちゃった。そうだから、あ、戻れなくなっちゃった。てってさん、あ、戻れた。平気かも。いいとかった。なんかもう頭回ってないので何もコメントができない。普通に基礎レッスンとかあるんですよ、もちろん。そんな1ヶ月暇なことなんてないのでね。もちろんそれだけだったらいいんですけど、どこだけじゃないので。一応私学生なので、高校生じゃないけどね。そう、高校生じゃない分拘束時間は短いっていうか、短いんですけど、なんだろう、どんなことするの？月によります。好きによるので、今月は何するんだろうって感じ。このイベントを頑張ろうとしたのは、なんだろうね。でも8の数だったら自分が頑張れば出れる可能性があるってことだから、なんかめちゃくちゃ負担をかけるわけではないから、もちろんかけちゃいますけど、何、自分が頑張りが一番さ目に見えるじゃん。目に見えるからやりました。ショールームだって私は配信することしかできないじゃん。別に配信するのも大事だけどさ、そう、実際ね、配信したところで皆さんが来れなかったらさ意味ないしって考えたら、私が一人で頑張ってもなんとかなりそうな、これを頑張ると思って。あとあれ頑張ったな、あれじゃない、そのショールームとかさ割とさイベントだから、何がもらえるとか何に出れるとかじゃん。だけどそれにファンの人が何来れるかって言われたらさ、なんか雑誌掲載とかだったらさ、見るだけとかだから、そうだから別にね、応援しててもさ、応援しがいはあるのかもしれないけど、別にそんなね、なんだろう、私だったら嬉しいけど、なんかそんなたくさん応援したのにこれだけってなるのも嫌だから、だからこれだけ頑張ってみる、とりあえず。結果が出せるかは別ですけどね、もちろん。
全然別ですよ。そう、ライブに出れるのは、まあそれはそれでね、もちろん2月のライブなので、もちろん1月なんだっけ、その1ヶ月後にまた春コンサートが控えてて、でもってゆきにさんの卒業コンサートも控えてるので、もちろん3公演か2日間で3公演だから、本当に果てしなく、もしそのドボンコンサート終わりに始まらず、そのドボンコンサート直前からリハが始まる可能性もなきにしもあらずなので、ちょっとね不安ではあるんですけど、まあ頑張ります。もし出れるように出れるなら、そこはもう頑張るので、今月頑張りたいんですけど、2月ね。そう、なんか前回のコンサート見たら分かると思うんですけど、たくさん曲数があって、まあ、ありがたいんですけど、それでありがたいだけで済む量じゃなかったので、自分でさ、その何頭に入れ込むことで精一杯だったから、そう考えますと、やっぱドボンはきついのかもしれませんけど、頑張ります。か別にそんな重々しく考えてないよ。試験そんなやらかさないしな、別にそんなやらかしたことないんで、さて、試験？ああ、1月の終わりって試験だね。1月の終わりって試験だね、全然。めっちゃ試験だね。思ったけど。すごい試験じゃん。まあでも別になんとかなると思ってる私は。あれ？ 2 月の。もう私なんならスケジュールに入れたいぐらいだもん。もう入れたいですよ、もちろん入れたいぐらい頑張ってますね。逆に言うと、私は学校のスケジュールちゃんと何あれに入れてるんですよ。何回目とか、授業の何回目に何があるとか書いてるんで、なんかこの日は絶対に勉強しとかないとみたいな日は分かってるんでいいんですけど、そう、あ、でも55分じゃないですか。まあなんとかするんで、そういうの話はやめましょう。さて、まあ意外と私はスケジュール管理はしっかりしてるつもりなんで、まあまあまあ、ランキング変わらないのはなんでだろう。変わると思って待ってたんですけど、今日はあんまりドボンできなかったけど、まあしょうがないか。なんか力尽きた。今日はね、乗り物持って疲れてしまいました。今日は笑ってる写真しかなかったので。あ、ランキング変わってますか。じゃあもう読みますね。こんな時間までありがとうございます。なんかしっかりしてそうに見えてるだけって思われるのも面白いけどね。ふわふわと生きてはいないので、一応頑張って生きてます。変わった。よし、待って、
ランキング読みますね。ちょっと1回ぐらいオートモードにさせて。オートモードにしたらさ、多分次ちょっとカード、おー、なんかお話し会で見たことある方いオンラインお話し会で見たことある人がいる。ごめんね、オートで。よし、さてランキング読みます。よし、はい、いきます。13位、ロイヤルアスコットさん、ありがとうございます。12位、トビさん、ありがとうございます。11位、エイチャさん、ありがとうございます。10位、カズヤさん、ありがとうございます。9位、紳士な羊さん、ありがとうございます。8位、大輔さん、ありがとうございます。7位、ダオスさん、ありがとうございます。6位、コパーンさん、ありがとうございます。5位、ヒピちゃん、ありがとうございます。4位、ドラちゃん、ありがとうございます。3位、シンさん、ありがとうございます。2位、たけしさん、ありがとうございます。そして1位がひろきさん、ありがとうございます。そんな感じでした。ふう、そんな感じです。まあドボンは適度に頑張るので、まあよかったら皆さんも、ね、やってください。ありがとうございます。こんな休日にね、まあ、私はやることあとちょっと書いたら終わるので、明日の自分のために明日提出してから帰りたいから、そうだから頑張るんですけど、多分今のでまだ960回ぐらいにしか行ってないので、明日の朝で結構稼がないといけないかも。やばいな、1000回は超えたい。明日1000回を超えます。まあ当たり前だけど、あと60回だからね。まあ仰天さんに抜かされた、やばいやばい。仰天さん強いですよね。強すぎません？悔しい。なんかこんなにも私がこんなにも同じゲームをずっとやってることなんて珍しくて、そうだからぜひ。ハルピョンさんは強いの知ってます。なんかランキング競ってるからさ、難しい。もうすぐさ消えちゃうねそんな感じでした。全然何にも話してないけど、今日もありがとうございます。ドボン頑張ってるので、よかったらデッキにカードを刺してください。刺すじゃないわ、セットだ。そんな感じで勝手に切れる前に終わらせようかな。ありがとうございました。私のカードを使ってくれて嬉しい。またいつかショールームします。ゆうゆうさん、ありがとう。